こんにちは、綺麗なるてぃチャンネルのぐんじです。アレンジの実践から見たい方はこちらの秒数まで飛ばして見てみてください。はい、というわけで今日のテーマはこんな感じのポコポコまとめ髪ヘアアレンジです。このポコポコしたアレンジはボブの方でもやっていただけます。なので髪が短い方から長い方までぜひ見ていただけたら嬉しいです。というわけで早速使うものとかも含めてヘアアレンジご紹介していきます。ではスタート。なるてよ。はい、じゃあまず使うものはじゃん、こちらのシリコンゴムです。シリコンゴムは基本的に何でも大丈夫なんですけど、私的には PU バンドっていうシリコンゴムがめちゃくちゃおすすめです。一回使っただけじゃ切りにくいし、量もたくさん入っているのでコスパもめちゃくちゃいいです。普通に PU バンドって調べてもらえるとネットで購入できるんですけど、もし面倒だなっていう方はこの動画の概要欄に愛用品をまとめている URL があるので、そこからぜひチェックしてみてください。で、ゴムを選ぶ際は自分の髪の色に合ったゴムを選んであげると見えてしまっても目立ちにくくなると思います。じゃあ、あとは仮止め用のヘアクリップです。これは色、形、何でも大丈夫です。とにかく髪が止まってくれれば何でも OK。 仮止め用のヘアクリップです。ヘアアクセサリーをつけてゴム隠しをしていきたいので、こちら、これがポニーフックというものです。後ろにこんな感じでフックがついています。ここにゴムがあったとしたら、ゴムにフックを引っ掛けてゴム隠しをしてくれるっていうものになります。こういうのがあるとゴム隠しを簡単にすることができるし、可愛くアレンジも仕上がるので、もしある方はこれを使ってやってみてください。今日はゴムが見えてしまうところが2箇所出てくるので、ポニーフックを2つ使っていくんですが、ゴムが見えてても別にいいよっていう方は特にポニーフックとかは使わなくて大丈夫です。好みでやってみてください。使うものは以上になるんですが、アレンジ前はスタイリング剤をつけていただきたいなと思っているので、今日もこちらルフトケアデザインワックス D、 こちらのワックスを使っていきます。こちらは私とルフトさんで共同開発させていただいたものになります。香りにこだわったりとか、アレンジした時の髪の引っかかり具合とかがいい感じだと思うので、アレンジがしやすくなると思うし、いい香りで癒されてアレンジをする時に楽しい気分になってもらえば嬉しいなと思っています。 Amazon、 楽天とかで購入することもできるんですが、概要欄の愛用品まとめている URL からこちらもチェックすることできるので、ぜひ気になった方は見てみてください。ただアレンジする前はこのワックスを絶対に使ってくださいというわけではないので、お家にあるものでスタイリング剤をつけていただいてからアレンジしてあげることをおすすめしています。はい、じゃあ使うものはこちらで本当に以上になりますので、ここからヘアアレンジを解説していきます。で、終始後ろ姿になりますので、今日もこちらで解説しながら分かりやすくゆっくり丁寧にお伝えしていきますので、今お時間がある方はこの動画を見ながらぜひ一緒にヘアアレンジ挑戦してみてください。じゃあやっていきます。髪全体にスタイリング剤をつけていきます。今日は後ろでまとめていくアレンジになるので、トップの部分やサイド、後ろにしっかりと分け目がなくなるように手ぐししながらつけていきましょう。で、毛先とか内側の髪にも忘れずつけてあげてください。ちなみにいつも私はこのくらいの量のワックスをつけています。トップの髪を縛ります。大体でいいのですが、目の上からこめかみあたりの髪を後ろで縛ります。この辺は好みになるので、ちょっと自分で一回やってみて、たくさんポコポコしてる方がいいなっていう方は少なめで髪を取ってもらったり、もう少しポコポコが少ない方がいいなっていう方はもう少し下の方で髪を分けてもらったりっていう風に調整してみてください。この毛束を上で仮止めしておきます。だいたい目から眉あたりの髪をまた後ろで縛ります。この時にサイドの髪の毛はしっかり後ろに流しながら縛ってあげてください。仮止めを外します。上にある毛束を2つに分けます。広げます。
で真ん中に来た毛束を上に持っていってここを仮止めしておきます。耳上の髪を後ろで縛ります。しっかりと横の髪を後ろに持っていきながら縛っていきましょう。仮止めしておいた毛束を外します。2つに分けて広げます。で、真ん中に来た毛束を上にして仮止めしておきます。基本的にこれの繰り返しです。次、耳下の髪を縛ります。また仮止めを外します。2つに分けて広げます。真ん中の毛束を上で仮止めします。最後、余りの髪を後ろで縛ります。仮止めを外して2つに分けます。真ん中の毛束を仮止めします。両端に出ている毛束を下で1つにまとめて縛ってください。仮止めを外します。ボブで髪が短い方は毛先がギリギリで縛れてるかなっていう風になっていると思うので、ボブの方はこんな感じで完成で可愛いと思います。で、まだ毛先に余裕があるよっていう方はここをお団子にしてまとめてあげましょう。毛先を内側に折って縛っていきます。ヘアアクセサリーなし、ほぐしなしだとこんな感じです。で、トップの部分も少し上につまみ出してあげるとカジュアル感が出て可愛いです。しているところを広げてあげると可愛いなと思っているので、少しこう広げてあげるようなイメージでほぐしていきます。ほぐすとこんな感じで完成です。ヘアアクセサリーをつけていきます。このゴムが見えている箇所がこことここになるので、ここにポニーフックをそれぞれつけていきましょう。ゴムの部分にフックを引っ掛けるだけでできちゃいます。こんな感じで完成です。はい、
ってわけでいかがでしたでしょうか。今日は後ろがポコポコとしていて可愛いヘアアレンジをご紹介してみました。この辺はすっきりしていてちょっとかっこいい感じの仕上がりになるかなとも思うし、たくさんほぐしてあげると可愛らしいイメージにもなれるアレンジになっているかなと思うので、いろんな方にやっていただけるととっても嬉しいです。髪が短くてもボブの方でもできるアレンジかなとは思うんですけど、人それぞれ髪質だったり毛量、そしてレイヤーが入ってるかなど違いがあると思うので、ちょっと一度やってみて、できそうだったらこれからもたくさんこのアレンジ使っていただけたらとっても嬉しいなと思います。というわけで、また皆様も私も綺麗になれるような動画配信していきますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あとはインスタグラムもやっております。概要欄に URL 貼ってありますのでチェックしていただけると嬉しいです。では今日も動画はこの辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。